新年明けました。2021年あわきしておでめとうございます。明けましておめでとうございます。今年もですね、いい年になりますようにと願って、今からねずこで書き初めしたいと思います。はい、書きますさっと。あ、そう、これ初日なんでですね。いや、拝んだ感じね。いや、本当にね、新年一発目からね、こんな気持ちの良い初日の出が拝めて幸せですね。皆さんは2020年はどんな1年になりましたでしょうか。まあ、いろいろすごい大激動な時代ではありましたが、2021年は風の時代ということで、個人の自由とか、なんですかね、身軽に生きやすくなる時代かなと思います。この初日の出のようにエネルギッシュにパワフルに楽しくいきましょう。はい、というわけで今年は牛年ですよね。というわけで牛と金河新年を書こうと思います。あ、そうで、今日ここは東京でですね、すごい東京らしい、初めて東京で年を越したんですが、東京らしい初日の出が拝めてよかったなと思っております。というわけで新年一発目の、なんていうの、書きます。書き初めな。新年一発目やき、ちょっと新しい筆使ってもええな。まあ一文字目ね。何がいい？牛？あ、これ文鎮とかないからちょっと難しいですね。あ、これちょっと難しいかも。あ、なんかお習字みたいになっちゃう、これ。で、これはまだおろしていない新しい筆なんですけど、いつもね、応援していただいてる方にいただいた筆なので、この新年のね、節目でおろしてみたいと思います。すごい滑らかそうな書き心地でございます。まだ書いてませんでした。金河新年ってどうやったっけ。いい臭い、いあれやな。あ、文鎮文鎮。書き順違う気がする。あと何ある、正月っぽい言葉。秋を芸春、あ、芸春、芸春ね、芸春。これずれるね、ねずこ金髪出てますかね。芸春、迎える春、迎えるってこっちあるっけ。ないな。まあ、行ってみましょう。あ、ないわ、ないやんな。あ、
いいんちゃう。でしょ。こんなもんか。あけましておめでとうございますぐらい書いておこうか。あまけしておでめでとうございますってあれやね。志村けんのバカ殿様の優香姫のやつちゃう。それから私あまけしておでめとございますって言ってんねんけど全然通じてなかったただのバカな子みたいやったかじかむ。どうやったっけ。こちらもですね、同様に去年毎書家からダンシング筆文字職人に改名したんですけども、大阪でいつも応援くださっている、そのね好きな方がわざわざ彫ってくれはった筆文字職人の落款でございますね。新年一発目、今年もダンシング筆文字職人が流行りますようにと念を込めて押させていただきたいと思います。喋るよはい、というわけでですね、改めて明けましておめでとうございます。本年も、みんな新年謹んで新しい年を喜んでお迎えしたいと思います。あ、もう迎えるって言ってもたわ新しい春を皆様気持ちよく迎えてですね、うちのようにちょっとつもしん、それイノシシやな牛のように、勢いよく走ってまいりましょう。はい、そんなわけで今年もまとまりませんが2021年、今年もこんなねずことダンシング筆文字職人茶道よろしくお願いいたします。今年もいい年にすると、明けおめありがとう。
今日も最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。詳しい情報お問い合わせはホームページ SNS まで。またね。